っとして指名手配のポスターなのかな。すっごい賞金だね、この指名手配されてる人、有名人？あれれれれれ、これってフリードさん？どうなってるの？フリードさん、フリードさん、大変大変！フリードさんが指名手配の殺人犯になってるよ！記憶にない。冥王の傀儡であった頃にもな。これは調べてみた方がいいよね。フリードさんがこんなことするはずないもんね。好きにしろ。覚えはないが、俺は誰に恨まれても当然の身だ。聞いてもいいですか？あの壁に貼ってある指名手配の人ってどんな人？あ？あれはな、妻子殺しの男だな。何ヶ月か前にな、夜に神殿を襲ってやっちまったんだとよ。どうしてそんなことしたのかな？知らねえよ。でもな、妻子さんは亡くなる前、なんだか妙に救世主ってのを探すのに入れ込んでたんだとよ。それが何か関係あるんじゃねえのってみんな言ってるよ。救世主？そうだよ。そんでもってその次に就任された妻子さんもな、みんなに言って回ってんだよ。救世主が現れたらすぐに報告してくれってな。有名よ。うわ、これってどういうことなのかな。私その妻子さんに会った方がいいかも。どこに行ったら会えるんですか、その妻子さん。妻子さんはいつも神殿にいるよ。当たり前だろ。あ、そっか。おじさん、どうもありがとう。邪魔してごめんね。さっきの黒仕業くなやつ、指名手配の人相額にそっくりだったような気も。お見えになりましたか？あなたが救世主で間違いないようですね。お待ちしておりましたわ。変身した！お初にお目にかかります。私、冥府四大公が一人、シルビアと申します。お見知りおきを。それと、あなたをメイドへとご案内するこちらの二人もご紹介しましょう。同じく四大公であるアーチ・リゲルです。シルビア、節操を裏切り者のフリードに化けさせるとは少々無神経ではないか。汚らわしいこと甚だしいわ。すみませんね、嫌な役を押し付けてしまって。ですが、そのおかげでついに待ち人来たるわけですから。これってひょっとして私失敗しちゃった？もしかしなくてもピンチ？どうしよう。こんな茶番、気乗りはしなかったかな。
大体こんな小物ぶっ潰すなんてな、俺一人で十分なんだよ。あらあら、仕事は確実にでしょ。冥王様に歯向かう者はたとえ路傍の小石であろうと全力で排除するのが私たちの使命。もうおしゃべりは十分。拙僧、退屈してきた。そろそろ奴を八つ咲きにいたす。断罪の時間である。
ありえねえ。俺が、俺たち四大公が三人も揃って負けるだと。認めねえ。俺は認めねえぞ。冥王様、俺に力を。かつてのフリードのように。今なら、あの予言の中にある救世主を倒せるかもしれないのです。貴様に我が力を与えたとて、天界の鬼子のようにはなれぬよ。何より、貴様などに我が力を与える理由がどこにあるのだ？うわあ！おやめください！おやめください！うわあ！今のが冥王の声？ひどいよ。自分の味方なのにあんなことするなんて。冥王にとっては部下などあってなきがごときもの。俺のかつての部下、冥府四太鼓も哀れな人形だったということだ。うん、そうだね。そうだ、フリードさん、指名手配の誤解を解かないと。一度宿屋に戻ろう。そうだな。待て！君の横にいる異国の男は指名手配中の殺人犯だ。君たちは何だ？まさか仲間かね？フリードさんは何にもしてないですから。サイシさんを殺したのは冥王の手下の四太鼓の一人で、名前は確か1とか8とかそんな。あ、そうだ、アーチ。そうです、アーチっていうその人がフリードさんに化けてたんです。冥王？なぜそれを知っている？祭司様の予言はごく一部の者しか知らぬはず。お願い、信じてください。ダメ？祭司様は冥王がこの世界を滅ぼすと、そして自分はその狂人に倒れるだろうと生前に予言なされた。その予言を知らずとも真実を語った。君の証言を信じよう。権利をかけてすまなかった。これはお詫びと祭司様の仇を討ってくれた礼だ。受け取ってくれ。将軍さん、ありがとう。信じてくれてとっても嬉しい。フリードさん、よかったね。誤解も解けて。さ、行こう。ああ、今ここに新たに誓おう。俺は必ず冥王を倒す。お前と